動画を見るときは、部屋を明るくして、画面を見続けすぎないように、注意しようぜ。虹の伝説の攻略にあたっては、アンドリューレボリューション24が、重要です。そのため、セイコトレインにも波及する必要があるわけですが、それには音の木とセイコトレインとの、補強がボトルネックとなります。というのも、音楽事情の問題からそのままでは、うまく噛み合わないという問題があるためです。そんな中で、セイコトレインにおいて、ある意外性が見られたのでした。その意外性は、月鉄界隈における、音楽事情を大きく左右する重要なもので、セイコトレインの今後を占うことにもなりそうです。右上のぴょんたプロデューサーからの以下のルールを確認の上、この動画をご覧ください。さて、マドラスドリームの舞台からベネクレアの支花集の収録の中継をやってるわけで、それまでの過程で奇妙が事態が起きよった。それもセイコトレインでな。どうしてこうなった?まさかセイコトレインは音の木では、1番3組目が適任なんだとな。そして、最大の事件は、同じ音の木の1組目と、決別して、3組目がセイコトレインの、攻略における、新たな相棒となりつつあることであります。おい、何をどうやったらこんな真似を、できるんだ。そのような真似をできるのは、グラチャンルートのバトラーじゃな。やはり前の2組はダメだったのですね。ウィンベルマジックに時間がかかるのも、うなずけます。せやけど、こともあろうか、そんな七光にセイコトレインが、当てはまってもうてるから、しかも他の国と違って、こっちの意思でも動かせるちゅうのが、セイコトレインと噛み合ってたんやろうかな。その気があれば歌詞もセイコトレインベースにできるし。京都の花札屋に上陸する仕様を、そのままセイコトレインで、すんなり反映できたのも大きいですね。それだけど、音の木の1組目と決別した話もあったんだけど、どうやらその流れは本当だったみたいだね。きっとインベルをめぐって問題があったんだよ。そうなんだよ。最近になってスタートが1組目にやけに冷たいように見えたんだな。その件ですけど、どうやら別の問題がウィンベルマジックのボトルネックに直結しているというのです。それでも火炎ポリスさらしくないから、かなりアになってもうたねやないの。間違っても決別したからかなりアに変えるってことは考えてへんで。まあ結論を言うと、他のバトラーの言うように決別したんや。それもこっちから一方的にな。スペシャルートになって考えが変わったわ。スーパーサンタシップの時は、音の木の1組目がカナリアになったということで、京都の花札屋に進出した3組目が、
代役で乗り入れていたのですけど、セイコトレインとの兼ね合いと、アンドリュー・レボリューションとエンティフォーの波及で、そのまま正式に3組目をメインに動かす方向にシフトしていった節が強くなっております。どうしてこうなった？どうしてこうなった？でもさっきエアリーが個人戦って言ってたな。それ以上に、このセイコトレインの謎の魔改造が今になっても続いてるのがねー。まあ、こっちのスペシャルートは、音の木の3組目のスクスタ仕様を、返して制御してるんでな。それも京都の花札屋に、上陸して、レインボーハーツに進化したことによるもの。てか、セイコトレインにおいて、音の木の3組目が噛み合って、相棒になったのが、44年経つのに魔改造を、実行する現況なんやけど。それどころか、音の木と合わぬなら、置き換えても構わぬというくらいじゃったとか。さすがに置き換えも視野になったんやけど、あの魔改造が施行されたら、しばらくは続きそうやな。むしろ音の木の3組目を暗号にした子さんが新型セイコトレインとして一新しそうやら。そうだな。実際に置き換えたと言われても、全くピンとこない感じに仕上がるだろうな。ウィンベルマジックにおいても、セイコトレインの力が大活躍するのは明らかですので、ここで新たな形態は大いに歓迎できます。しかしながら、セイコトレインの後継ってないのでしょうか。俺もあれこれ模索してるんやけど、音の木の3組目とかレアと、機械って感じやったりで、どう頑張っても今のゲートップレア、セイコトレインの後釜は務められへんのや。そのため、スターアット様は、セイコトレインの後釜を海外に委ねることを以前から計画しておりまして、それも2016年度の時点で具体化していったくらいだというのです。近鉄においても8アンペア系としてようやく次世代一般車が出てきたっちゅうのに、セイコトレインだけはどうしても後釜が出てくる兆しがあらへんのやな。スペシャルートは元の種族地ステータスはそのままものを言う環境ですので、ドレミファ学園だと歌とダンスと演劇とで明確にコースが分かれてるし、今だとブラスバンドの部門も出てきたりと、その範囲がどんどん広くなっちゃってね。歌を捨ててまでダンスにこだわるって言いますけど、そもそもの話として J-POP の構造そのものがおかしいんですよ。ポップスターって言ってるのは、日本のアイドルが和製英語だからという側面がある。アツと創始者がそのように言い張ってるから、それに合わせてこっちでもポップスターって言わせてるのさ。それくらいまでに、日本のアイドルってのは、俺らの思った以上に、特異性が著しいもんだぜ。J-POP と日本のアイドルを明確に分けたとして、後者はアイドルって言われるのか、そこが気になりますね。その場合、前者があなた、後者が男目線での君って、住み分けされそうやな。まあ、俺としては、そうして欲しかったくらいやわ。セイコトレインをアイドル化用としてな。どっちにしても、ここまで荒れたからには、海外圏から後釜を取り寄せるしかあらへんやろう。そうなってたのなら、決して慌てることでもないみたいだな。どれか成功、トレインでも、引っかかるものがあるんだろうしな。ああ？フェス2が終わった時点で、あいつらも終わったと思われてたんだよな。それに関しては、問題があらへんかったことが、とっくに明らかになってるわけやから。まだ、セイコトレインで刺さるようなものが、スペシャルートで公約してへんだけのことなんやわ。それやけど、既鉄界隈に来るのは、実質的にアニメだとアイドルアニメに絞られそうやで。音の木に代わるアイドルアニメってのが新系列のタイトルに掲げられておりましたので、順当に行きますと新たなアイドルアニメが月鉄界隈に導入されることとなります。スペシャルート、スペシャルート、その名の通りにイレギュラーな流れだよな。今の流れって本来ならたどり得ない未来予想図には見られなかった特殊な流れでしたね。レインボーハーツのトリガーともなった音の木の3組目がセイコトレインと噛み合ったがゆえに、ウィンベルマジックを炸裂できたように時の天使天下ちゃんも召喚できますけど、それ以前に大天使の召喚ですら
通常のルートで枠なんの繰り返しだったそうです。そういうのは2010年代前半だけにとどめておこうぜ。どうせ置き換えるんだしさ。逆にスペシャルートの恩恵を受けられないのが何なのかが問題ですね。恩恵を受けられないもの、少なくとも熊平線は受けられるよ。スーパースターズアドベンチャーもマイスター陣営入りして恩恵を受けられるしで。何が苦難やったんやろうかな。タラノマ単純にユニベルマリックをやるだけとちゃうんか。それが違うんですよ。今回のスペシャルートはレインボーハーツもソウマってこその話であって、通常のルートではそれ以前にセイコとレインが音の木の3組目と噛み合うかどうかはわからないものです。少なくともウィンベルマジックで大天使を召喚できるのはレインボーハーツに限られます。じゃあスペシャルートは特進でレインボーハーツをゲットできたってことだな。それに関する最近の調査やと、音の木の3組目が京都の花札屋に進出した際に一気にこっちのハーツがレインボーハーツになった件について言うと、音の木の3組目が聖子とレインと噛み合って相棒となることがその時から判明してたのが背景にあったわ。そうなりますとネクロシスを超えた運用をガンガン進めるのも必然的な流れですね。それに比べて1組目ときたらのう、あれほど焦らしておいてあのありさまじゃろ。さすがにプチ鉄観覧としても決別を決心せんとセイコとレインの運用に支障を来たしてまうやろう。ある意味アツト創始者にビンタをかましたことに対する俺らからの正式な報復措置と見て取れるかもしれへんけど、それやと思い切って音の木の1組目をカナリアにしてるわ。少なくとも今回の決別は報復措置とみなしてもいいかもしれないな。問題は決別の要因などをどう説明するかですね。セイコとレインの相性とアツト創始者って言っていいのでしょうか。それでいいんやわ。それでいいんやで。コンサートバッジの破断から確執があったしでな。ある意味で音の木の3組目が介入した感じやわ。それもスペシャルートの恩恵を受けることにはなるで、マドラスドリームが物語ってるようにな。ここでの問題はスペシャルートの恩恵が音の木の3組目やないと受けられへんのかってところやな。それに関しては京都の花札屋での使用に準拠するものとするで、現に2024年度の音の木の3組目が実際に京都の花札屋での使用準拠やし、ちなみに、ディーン兄弟は無用にも、その仕様に裸足で逃げていきよったわ。何で逃げることがあるんだろうかな。そんなにフェスに期待を込めてたんだろうかな。このまま音の木の1組目が、カナリアになって散ってまうことを、懸念してるようやけど。そのフェスにの早急な処刑も、音の木の1組目と決別する要因です。やっぱりあの事件が脳裏を、よぎります。あの事件がトラウマになって仕方がないです。それこそ歪んだ時渡りの未来予想図の通りに一部なってたわな。あの歪んだ時渡りの世界線やとアニメ版の音の木の3組目だけがおった感じやったし、あれの何が問題だったのかというと街が発達していても悲しげな雰囲気だったのよ。 BGM が悲しげな感じやったしでな。あれは俺が求めてるのと全然ちゃうかったからな。わざとスクスタ仕様にこだわって歪んだ時渡りを新譜から否定してみたりしたわ。もっとも音の木の1組目との決別が歪んだ時渡りの正体やったんやろうな。ディーン兄弟と違ってスターアットは京都の花札屋での使用に準拠する予定だったみたいだったし、最終的にスクスタ系が移植する形で収まってあのミッションも解決できてと、事態は一気に丸く収まったんじゃないかな。そういう意味でスペシャルートになったと当初は思われていたんですけど、今ではレインボーハーツをゲットしたことをスペシャルートと呼んでいる節がありますね。どっちにしてもスペシャルートになったから天下にも会える日が一気に近づいてきたんや。それまでにある遺跡についても解明しておかないと話が進まへんわな。遺跡の件なら過去に聞いたことがあったわね。今はどうなってるのか気になるところだけど、あそこも当時の姿に戻ってるから改めて物語ってることを調べられるわな。つまるところ一連の流れがまた洗い流しできるってことやで。
もデビューから44年が経つ。セイコトレンがおとのきの3組目と噛み合うってな。さすがに2026年あたりまでに鶴舞戦でもなんか整備があるみたいだけど、いろいろと引っかかる部分があるけど、こればかりはウィンベルマジックもセイコトレインの意向に合わせた方が良さそうやで。